刀袋に入れた恩師の軍刀を持つ1930年代前半頃の陸軍大学校卒業者。左腰に廃用している刀は、当人が元より所有しているもの恩師の軍刀とは、日本軍の軍学校において成績優秀な卒業生に授与される軍刀剣類のこと。恩師刀とも。また、刀剣類以外の品内し刀剣類を含めた総称として恩師品とも。 他に上官が部下などに贈る和活恩詩の品もある。刀のの部分にお玉物の刻印があることが名称の言われであり、1878年、明治天皇が陸軍主官学校卒業式で2名の優等生に対してこのお玉物の様式軍刀を可視したことが講師である。出席者に限らず、辞席以下、卒業席自上位数名の優等者も対象になる。 おたまものの国印を持つ恩詞品は必ずしも軍刀ではなく時代や学校別にもろもろであり補充学校の他一部の実施学校でも授与された陸軍士官学校陸軍航空士官学校では銀時計軍刀であった陸大は初期においては望遠鏡陸軍方向学校や陸軍機兵学校では式刀海軍兵学校海軍機関学校 海軍経理学校では探検、海軍大学校では長剣内市軍刀であった。このほか、陸軍幼年学校や陸軍飛行学校でも銀土計が授与されている。陸士、講師、陸大、海大では大元帥たる天皇が行行し、自らが自重武官、校長経由で恩賜品を授与したが、遠隔地にある海兵、 および他の学校では、皇族や自重部官が代理を務めた。恩師品を授与されることは、ある程度の将来的栄達を保障されることとみなされ、そのことから、恩師組や、軍刀組という言葉ができた。ありがとうございます。